番の大阪でプレーした経験もあります。素晴らしいブロックを見せたのは長崎キャプテンの高平です。アギラールへ、アギラールライオンズがついている。2メーター超えの両選手、外トップの位置、ヘディングゆっくりと構えた、決まりました。そしてバスケットカウント獲得です。リバウンドは長崎です。ですが中に入っていくのは狩俣、ただ自分で行きました。高平ボールを奪った。残り1分を切っていますが、最後まで諦めない長崎。走り込んできて、最後ライオンズへというパスは通りませんでした。速攻は長崎、ファストブレイクポイント。遠い位置からのディープスリーは決まらず長崎ボールに変わります。速い攻撃を展開、野口です。アルティーヴ千葉はこれが最初の得点です。ボール体勢を崩しますが、狩俣しっかりとカバーに入っていました。フロントの赤、リアルフリーの状態で受けた。中に入ってきて自分で行きましたが、またアギラールがリバウンド。まだボールを取り合っている両者。ギブスが決めて、バスケットカウント獲得は長崎です。チームで行きます。一気に奪いに行きます。ただその分手薄になった守備、奪いました。そして奪った長崎、